はい、じゃあもうエントリー大丈夫ですかね。もう締め切りますけど、現在16人ですね、エントリーが16だと、3、2オン2か4オン4かな。
はい、じゃあね、今日は16人ってことで、じゃあ割り切れる4人チーム、4人チームでやりましょうか。今日はランダムでね、恨みっこなしです。じゃあ、あのくじ引いてチームの方こっちで抽選させてもらいます。Yeah.
Yeah!
はい、じゃあね、組み合わせ、今日、4on4、4人チームです。で、組み合わせがですね、はい、A チームが、バイパー、シャル、ヒデ、タカノツメチームですね。B、B が、くじ引きなんでね、恨みっこなしです。B チーム、破天荒、苗場、お茶丸、ねチーム。C チームが、山本、裏家に、三春、タコ様チーム。で、D チームが、友座、青斎、ピロシ、グッチチームですね。ね、くじ引きなんでね、何にも、これ、厳正なる組み合わせが、ここに決まりました。はい、じゃあね、配信台は対戦ラストで、してくださいね。はい、組み合わせの方ですね、ニコニコの運営コメントの方で出してますんで、クリックしていただければ、トーナメントくんの方ね、ちょっと飛んで見れると思うので、そちらの方見てください。じゃあキャラは自由にしましょう。先方だけ申告してもらって、2人目以降は順番とキャラ自由で、うん、いきましょう。かぶせあり、キャラ自由、変えていいです。チュンリーは5000円かかりますんで、使用料が。じゃあ最初ね、 A 対 B いきましょうか。バイパー、シャル、ヒデ、タカノツメチーム対破天荒、苗場、お茶丸、うねチーム。ね、くじ引きでね、決まったものですからね、これはとても公平なチーム分けですんで、厳正なるね、抽選の結果。あ、これ忖度してないんで、大丈夫です。ちゃんとくじ引きなんで、八百長もないですね。チャオズいませんから。チャオズ絡んでませんので。じゃあやるよみんな、もう10時前だからね、やるよ。あ、すいません、三春さんがちょっと参加費ちょっといただいてない。三春さん100円。はい、じゃあ A チーム、バイパーシャルヒデ、タカノスメ対 B チーム、破天荒、苗場、お茶丸、ウネ。やりましょう。ルールのもう一回確認。キャラは毎回変えて大丈夫で、先方のみ申告、先方のみ人とキャラ申告、そこからかぶせ合いでいきましょうっていう感じです。では、まあ、時間も10時前なので、しっかり、どんどん進行していきましょう。じゃあまず A チーム対 B チームで、ワンピース B じゃんけんからいきましょう。じゃあ B チームの代表、誰でも、はい、じゃあじゃんけん、はい、最初はグー、じゃんけんぽい、どっち、ワンピース。じゃあ、A チームが、バイパー、シャル、ヒデ、タカノスメが 2P で、破天荒、苗場、お茶丸、ウネが 1P で、先方と、人とキャラ、マイク陣に申告でよろしくお願いします。はい、
ということでヒデさんが言ってしまいました。なんか真っ赤な2人が。はい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 、しょうがないね。じゃあマイク持つか。いや、嫌ならタコさん持たなくていいんだよ。じゃあいいよ、じゃあ一人でやってくれよっていう。いや、どっちでもいいけど。はい、まあなんかピロシがかわいそうだから持ってあげるよ。はい、じゃあ申告いただいたんで始めてください。じゃあお願いします。で、先方は、はい、ウネガイルと高野爪さん。 1P 側がウネガイルで、2P 側が高野爪さんですね。なんか昨日式の大会で優勝してるみたいなんで、高野爪さんは拝見しました、ツイッターの方で、ね、ツイッターだけね、自分も、うん、まあでもここはちょっとどうするか、お互いが多分お互い知らないと思うのでやりにくいのかなってところは。で、言うてね、ガエルですからね、うん、タコ様どうなのこれは、まあ、あ、死んだか。え、これ死んだの。うん、ちょっと今のはあれやって、ちょっと奥田スコパンからのスクリューかな。たまになんかガイドも画面端に引っかかってアントビ間に合わない時があるので、ただあのウネもね、最近は結構ザンギ戦しっかり分かるようになってきたんで、対空とかしっかり出すようにしてるんですが、ちょっと画面端、ちょっと端折っちゃうと気まずいっすね。うん、追い返したい、ちょっとでも。あ、死んだか。おーっと、あえてファイナルに行く。で、まだ残ってて、こそこからアントビーして、あーっと、ダイヤしながらない。あー、あー、やっちゃった。勝ったのは鷹の爪さんの残儀。今はもうちょっと距離取ってね、じっくりやってもらえたかな。これは残儀なんで、うん。あれ、これキャラはどうなんだっけ。キャラは自由。自由。お茶丸さんがホンダを使いますが、最近使ってるの見たことないので、まあでもお茶丸くんのホンダだと不安が。おっと、苗場さんですね。あ、苗場のチュンリーですね。まあ確かにこれは正解かもしれないですね。そうですね。ただまあさっき苗場もなんかこっちで KOF やってたから、おい大丈夫かみたいな気はするけども、まあ今のところはまあ完璧に対応してるが、スクリュー入って、まあ一発だったら OK。 おっ、そう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 、これでね、ゲージ溜まっちゃえばチュンリーが、おー、いい投げ返し。あとはもうひたすらね、もう弱気功とか打ってね、クルージング的な感じでね。あー、まあまあ打っちゃったけど、ね、まあ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 画面端から逃げてたんでね。あ、やばいよこれ、やばいこれ。あーっと、今もちゃんとテンションが出てれば返せたような感じでしたが、ってとこですね。おーって、今のも投げ返しができず、あ、ダイバー当たって、あ、もうピヨってアイマイルで終了。やっぱ昨日優勝しただけあって乗ってますね、高野爪さんは。あとは破天荒様龍でしょう、龍ですね、まあ、あ、いや、あのエッサガという、いやでも龍です。あ、龍でしたね、早い早い。でも破天荒さんも本当ね、もうすごいじっくりやる感じで。そうですね。この2人はやばい、うん、やってるでしょうね。あの破天荒さんが関西行った時に、はい、あーですねですね、お互い手の内は知り尽くしてはいるとは思うので、破天荒さんも意外とこうやって意外とあんまり波動を打たずにじっくり待つ感じで。あー、嫌でしょうね。そう、残儀側からするとね、で、踏み込みダイヤシとか嫌なんで。あ、あーって今の選択が良かったけども、でも逃げれますね、これででしたね。で、これもまた龍側はまたゲージたまんないけど、あ、もうこれでゼロドットで、おお、あー、リバショー、リバサが出る。今の状況はまあ残儀使いは行かなきゃいけない状況だったんでね、しょうがないですね。さあ画面して、お、リバーサスクリューからのもう画面端なので、まあ残儀がスクリュー入ってるんでタコ様に任せましょう。おいおいおい、どこ行くんだよ。まあ残りも、え、1ドットかな。あー、そう、あの足し台キック対空もね、意外と相打ちになっちゃうので、やっぱ龍側はちゃんと昇竜を出すか、あと遠い前だったらやっぱりね、ダイヤシ払い対空、それの2択で行った方がねって。あーっと、これはやばいパターン。アントビから、アントビ失敗で、お、あーっと、ちょっと打点高かったかな。おー、あえて光っていく。
強いですね。いい感じでいってますね。でもうあとはお茶丸くん。いやこれね、ホンダって手もあるんだけど、ホンダにしちゃうと、いやもうバンログでいきましたね。まあメインキャラ的なところですよね。すっかりバルログ使いになりましたね。まあただお茶丸くんもまあ残儀戦がねっていうところがあるので、もういつでもホンダ教えようと思ってたんですけど、すっかりバルログ使いになってしまったんで、あ、まあ、もう出番はないなっていう、ただひたすらまあ表モードでやってはいるけども、一発食らったらやばいよ、やばいよこれ。ほらなんかリバされてってみたいな。あ、やばい、読まれてる。あ、読まれている。死にに行ってしまった。今のはもうちょっと高い位置のあのスカイハイクローだったら一方勝ちしてたんですけどね。そうなんだ。あの低かったせいでダブラに出てても、本来だったらダブラにはデカかりぐらいしか勝てないので、低すぎたせいで回ってるところに当たって、おっとこれって感じですね。遠くの爪がきついですよね、あの先端重ね。残儀も立ちこま、おーっといいよ、おおーでかい、最大持ってて、あ、終わった、あ、終わりました、終わりましたね。勝ったのは、2B チームです。まあ、2B の、A チームですね、バイパー、シャルー、ヒデ、タカノツメチームが勝ち上がり、まあ、タカノツメさんしか勝ってないがみたいな。じゃあ、ヒデ君に代わりたいと思います。はい、あのね、行ってくるわん。あれこれ今日、あれコメント表示え、これな、何配信、えこれ四つ目、あ、そういうこと、え、何無料会員が多すぎて有料でお金取れないからコメント書かせねえよみたいな、そんな感じですか、ニコニコ。はい、じゃあ次いくよ。山本浦木に三春タコ様対友田大西ピロシグッチワンピースビジャンテンから。そこじゃんけん創始創殺かよ。おい、ああ、義流特選対決、完全にバジリスクタイム。はーい、山本浦木に三春タコ様が 2P、 友田青斎ピロシグッチが 1P、 先方一キャラ申告よろしくお願いします。はい、先方申告。はい、スーピーはよう、スーピーはようの、な、山本さん、チュンリー、え、リュウ、何、バルログ、マジで、はい、グッチブランカ対山本バルログ。さあ、お互いサブ同士の戦い、はい、これバルログ対処知らないと死ぬぞこれ。
さあファースト神々はグッさんで、セカンド神々もグッさん、サード神々もグッさんで、フォース神々もグッさん。噛み続ける意志力、バク転なんてしてんじゃねえよと。さあもうグッさんは神に行って俺が気持ちよくなりたいと、ビリビリが入って、おーガード暴れたくなる局面だが、さあローリングからさあしたためがないときはなるべくヒョンに行きたいが、これはあマジか、どうすんの、ゲージ返し早い、おいやりたがりじゃねえかよこれあはここはバーチカルと格相打ち。さあこの前の火曜日からグッさんノリノリです、やりたいことだけやっていくスタイルだが、これが強い。さあここで裏手にバイソンと思いきや DJ、 さあこの組み合わせ画面端でシャカシャカ中盤振ってれば終わりではあるんですけれども、なぜかやりに行くバーゲンセール、さあ引っかかった、このスキル。さあこれは DJ で言ったのはミスってしまったのか、さあ撫でて、コパン飛びは正解ではあるが高めだった場合の代償がちょっと痛い。さあグッチーブランカがノリノリ、さあここでミハルベガまとわりつかれると厄介ではありますがさあうまくいなしているミハルベガ、ミドルミドルでなるべくダメージを取って中断、さあ引っかかった、これはなんだこれ、あー仕留めきれず、さあこれは最後に確定を取って、さあ手前落ちビリビリ噛んで、うまっ、あれやばいな、うわやばすぎでしょ、それはやばい。さあちょっと場外で事故発生、しかし若い、さあしかし画面上ではリアルファイト並みにかなり熱い戦いが繰り広げられて、最高の出がかりにローリングぶつかって、はいはい、さあこっから撫でる、さすがに四立てはさせねえよと。さあ本田来ました、さあおそらくベガが3くらいでしょう、さあ張り手張り手、さあ今日のピロシさんはかなり酔ってるみたいなのでどうなるのか、ガードあれよくガードしたな、俺だったら多分食らってましたねさあなぜか場外からヒデと一緒にするなという声がボソッと聞こえたが、まあ、聞かなかったことにしておきましょう。さあこれは表から
ジャンプジャックキック、コワコワ、撫で。やはりスト2は撫でです。さあここは上からベガで、上から来るのはマリコじゃないベガだと。さあここでメテオヒップ、どうなる。うわーマジで何この連携、何今の。ダイヤしてグルリンチョからコパンのオイショまで、あれワンセット、あれ最強じゃね。あでも撫で返しはダメか。さあ今のを見せられてミハルさんが、マジかこれは。さあ矢口モード、ベガがきつい。さあこれはオイショ入って、さあこれ安くすんだが、さあこれは確定か、張り手。さあここでレイコク神髄、ガイアが盛り上がっております、煽ってます。さあここでピロシさんがモードに入る、矢口ゾーン、手塚ゾーンならぬ、この間合いは全て俺のものだと、ザンギには寄らせない、ザンギにひたすらリスクを負わせる、これが矢口モード。しかしなぜか体力勝ってるのはザンギ側、しかし一気にひっくり返されて、どうする。さあ寄ってはいるが、ここで大武器が噛み合って厳しい。さあ思わずこれを見て鷹の爪さんも苦い顔をしております。ザンギホンダはつらいんだと。しかしタコ様が、タコ様がやり返す。お前だけに気持ちいい思いはさせねえと、むしろ気持ちよくなるのは俺だと。さあ来た、あー走ってくる、マジで読み合い勝ってピロスさんが死んださあ場外から煽ります。さあ来ました、ザンギ同キャラです。おっと、あ色がなんと青サイなのに青が使えない。さあこれをタコ様狙ってたのか。お疲れ様です。若干風邪気味なんですよ、こんな声で喋ったらまた明日ジョホジョホ行っちゃうっていう。さあタコ様が、タコ様がやりに行く C チームの救世主。さあうまい、おっと、さあ腹部エステから、腹部エステもう一回、さあさすがにこれは厳しいか。さあミドルミドルだが相打ちはもう許されない、うまい。体力差十分なので激安でも落とした方がいいでしょう。しかしあーパイルが入る、 FAB 失敗。さあダイエット失敗。さあミドルミドルダイヤ失格って、走ってくるところにダイパンが置いてあるが、さあミドルミドル、さあうまい、
飛ばせない飛ばせない。あーこれは複合エステから、あの垂直ジャンプは見てしまうと終わります。勝ったのは友田大西ピロシクッチ。じゃあ先に上側や、ミナーズやりましょう。バイパーシャルヒデタコの攻めたい友田青斎ピロシグッチ。さあ、コンパネは決まったようですね。いや、先方申告してください。お、クソが負けたわ。いや、惜しかったですね。同キャラで負けたのは悔しいですね。まあその前のホンダはあれでしたけどね、プーみたいな。まあ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 、はい、1P の方は聞きました。 2P どうでしょうか。ああ、そっかそっか、ルーザーズが一応ルーザーズもあるんですね。そうですね、一応まだ、はい、まだ優勝の可能性は残されてますね。まあそうなりますよね、うん、これはありがたいですわ。はい、2P ははい、2P 側も決まりました。はい、じゃあ始めてください。高野爪さんですね、まだ、うん、おっと、これは初っ端からザンギ同期が来ましたね。いいですね。いや、今日ザンギ多いですよ。そうですね、比率で考えたら普通に3人いますから、ね、3人いますからね。 16分の3は多いですよね。多い多い、このゲーム16キャラしかいないのにって。あっただ青斎さんが押していっている。このコパンタイクうまいんですよね、青斎さん。そう、このコパンタイク、さっきからね、このしゃがみコパンタイクが光ってますがですね、同キャラではあれ有効ですね。おーっと、鷹の爪さんがもう一回ちょっ、 おーっと今度は投げ返す。さあ、ここからどうするか。あー、回していた鷹の爪さん、回してましたね。青斎さんがチームメイトからなんかダメ出しもらってます。だけダメ出しもらってましたね。あと青斎さんはあの垂直のあの頭突きの対空もうまいんですよね。あー、見たいですね。世間的にはなんかあの青斎チョップって言ったほら近距離近距離。おおー、やったよこれ。はい、青斎パンチでフィニッシュ。からジャンプ大パン、ええ、これいいです。これが青斎パンチです。俺はあ、そう、そう、あの優しさってやつですね。俺、あおりですかね。いやいや、そういう技名なんで。あ、そういう技なんですね、さあ、こっから投げから、おお、大体パイルでいって、また大手からスクリュー、もう一丁か。さあ、こっから、あ、ジャンプ、一旦ここからバックジャンプで逃げて、わーっと当たってからの、あもうこれしかないって状況で。さあ、やっちまいましたね。やはりやっちゃいましたね。まあここは当然、まあピロシもね、さっきのあれもあるんで、ここはさ、さっきのがトラウマになってるかもしれないので、まあまあそんぐらい植え付けてやるよ、うん、ハーハーみたいな。まあ精神攻撃は基本ですから。バニシングに対して、おーっと、ダイパーから揉んでいって、すげえ揉んでる、揉んで、すげえ揉んでる、おいおい、すげえ揉んでる、半分ぐらい揉みましたよ。揉みましたね、たまに壺にはまるんですよね、揉みも。揉みやばいですね。ただ揉みもあの壺にはまんないと一回掴んだだけで終わっちゃうこともあるので。あ、いいですね、あの結構バニシングは有効なんですよね。おお、相打ちですねこれは。
バニシングは結構張り手とかあとはブッパのあの続きに対しても一方勝ちできるので、ただまあ普通にブッパーしちゃうと普通にあのね、オカム蹴り食らって転んではいみたいになっちゃうので、まあ基本つらいですねこの組み合わせ。そうそうそう、あーそう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 、もう今度は完全に待ってますね。もうどうぞ、あーっとちょっと遠かった。まあ大体こうなりますからね、このカードは。まあね、この組み合わせこうなりますね、大体ね。あーっと、こうなっていくと厳しい。これは苦しいね。まあ本当、ザンギ側はホンダの張り手、あっ、いったか、これ終わったか。あーっと、そうそう、リバーサーが出ても画面端だったらダイヤシマニアウキだーっと、こうなると、いや、まだ、おーっと、まだ大市出なかったか、呼んでいた、張り手、さあ、ここはどうなるか。おー、そう、このね、大パンチが痛いんですよ。あ、また相打ち、またこれ、このラウンドは勝った方が勝ちになるんですよね。あ、そうなんですよね、これ勝ったのと同じ意味になっちゃうので、今のダブル KO は実質勝った高野爪さんの勝ちみたいな。いくかこれ、おーっと、おっといくか、これあーまたピロシ負けるザンギリ、ピロシちょっと今日はダメージがでかいです、仕事とはっていうザンギを殺すマシンとして送り込まれたはずが2連敗はやばいあーはいはい、無断欠勤みたいなさあこれでこれどうするのかな。あと残っているのがグッチさんとトモザ。さあさすがにトモザもベガーバイソンなので、ここはやっぱりグッチさんが行く形になるのかなという気もしますが、おなんかアンフェアみたいなコメントがですね、やはりグッチさんが。でもあえてブランカで行くのかな、ブランカですね。このカードもザンギ使いからするとブランカすんごいやりづらいんですけど、おーっとこれでかいのが入った、終わったか。あ、もうこうなったらやばいっすよ、画面端はやばいっすよ、そう画面端はやばいんです。まあこっからうまく、あーうまくもなく、結構ブランカ側もなんかザンギ相手にはやることがないからみたいな話になってて、ほんとなんか、あやばいよ、なるべく飛びとかでそうやって押していくしかないんですけども、そうそう、あとはそうやってリバーね、スライディング当てていくしかないのかなみたいな。あやばい、こうなるとやばい、おダメージもやばい、かやめろーって聞こえるけども、あーっと弾き失敗かな今のは。さあ残り0ドット、あーこの前ではやっぱ、あーっとガードしてしまった、回らずでしたね。あ今吸おうとしてたんですね、うん、あでも今の間合いですとフラパー出してもなんか距離が離れすぎてて難しいんですよね。そういつ来るかわからないので、あはいはいはい、あもしゃがみつかみね、もんじゃえばよかったんですね。ただあれもスピードが速いからタイミングよくつかむっていうのも、おっと、あーっとやってしまった、同じことでした。さあここで大将の友澤どっちを出すか、まあベガかなやっぱり。おお、まさかのまあそれはないよね、まあ、みたいな、まあベガですね。これもザンギ使いからするとね、端っこで持っていければっていうところが、ああもうこうなるとやばい、あと2回つかみができずに、そうそうそう、もうベガ側もそんなにもう近づくな近づくなって感じで、ちまちまとゲージを貯めて、まあここはまだスクリュー食らってもまだ大丈夫なので、
おっとやりに行きますね。そうそう、あの先端ガードぐらいの間合いだったらね、ホバーも生きるんでね、めり込んじゃったりするとダイヤシ食らってスクリューまで入っちゃうので、さあまあこうなるともう余生ですね。もうナイトメアも溜まっているので、ここら辺やはり立ち回りがうまいですね。そう、ザンギガーは本当地獄好き出してダブル2位を止めるぐらいしか。そうでね、このねホバーの使い方がうまい。おーっと画面端だからもう一回は入る。まあこっからはちょっと距離離れてしまうので、あ、今のねジャンプ逃げのところ中キックでやって、おめくりはガード、おーっと繋がんなかった、レンガーになんなかったですね。結構鷹の爪さんもぐるぐるやってるタイプの、あーっとピーラリだったか、やばいよこれ、死んだか、あっとミスった、あーっと、あ、もうこれはもうやばい、うわー、もうあえて光っていくあえて光っていくのか、あそこでやりますねこれ。鷹の爪さん、え、8連勝ですか、なんか全部勝ってないかっていう。はい、ルーダーブ破天荒の相葉お茶丸うね対山本裏手に三春太子様ワンピースーピーじゃんけんから、じゃあウィナーズカッター A チームですけど、はい、ライフ制はなし、あり、どっち、あり、あり、じゃあなしで、どっちあ、確かに、じゃあ、そうっすね、ジョーカー枠で1枠増やせるで、じゃあそれで、そう、だから4人使うけど5人目が出てくるっていうウィナーズルール。はい、じゃあワンピース P からじゃんけん決めた。はい、じゃあ先方申告から早く、はいよはいよピロンさん、ホンダに2連敗あ、違う、ザンギに2連敗来るものがある、これはで、あ、ピロンさん、あ、どうですか、あの今の心境は。いや、終わってますねホンダやめた方がいいでしょうねま、あのちょっと外野からもそんな声が若干チラって聞こえましたけど、酔ってるとか関係ないんでそうですね、冷静にキャラ差がかなりやばいですからね。はい、じゃあ先方申告はよう。しかも鷹の爪さんの時は、はい、結構真剣にやったんですけどはい、あ、はいはい、 OKOK、 はいはいはい、行きましょう。山本チュンリー対ウネガエル、いやね、これはダメージがでかいっすねあのペロスさん、今日完全に、伸びに行った楽しさよりも今そのもうね、寝る前にはザンギのことしかちょっと出ないあれですね、あーもう今日のトラウマですね、そうすると完全に。そうっすね、まあ、まあまあまあ今年入ってな、今日で2回負けたから、はい、あ、ノジャイで負けたから、はい、7回目ですね、ザンギに負けたの。でも多分相当それのうち3回が今日一気に来てるんですよ3回だ、なかなかっすね。まあ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 、さあ山本チュンリーが相打ちも取れない、戦列ぶち当てない、気持ちよくなりたいが当たる。マジで、あれあれガード間に合うでしょ、今のガードですね、暴れちゃいましたね多分。今の僕の実戦上チュンリーガイルだと
ガードですね、今のは。さすがに多分なんか振っちゃった。投げて、あ、これはさあ、チュンリーが飛ぶのであればガイルのリフトアッパーを TBS するために。そうですね、今の TBS、 あれは TBS、 おお TBS、 あれが TBS。 そうですね、裏切りですね。さあ、これは悪くない。さっきは当たったけど今はガード。そうですね、まあ大体ああなるですよね。なるべくやるんであれば中盤ですかね。中盤で飛んで、まあサマーかリフトアッパーを潰して TBS させて、でそこからズカズカ投げに行くのもよしみたいな。ただしゃがみぐらいだったらちょっとあのサマー警戒というところですね。さあ、ゲージが欲しいがウネガエルが溜めさせてくれない。たまった体力もリードしている。さあ、ここで安売りしに行く。さあ、悪くないこれは。さあ、めくりは表、余裕の表でしたね。さあ、しかしもう一回、もう一回さあ、強欲ボーナス炸裂だが踏む。リフトアッパー、これはもう死ぬ体力。中パンで飛んで投げる。これは待ってますね。まあ一番いい判断はあれですね、はい、ガイルがリフトアッパーしたときに中パンで TBS した瞬間に中パンで TBS、 あいうち以上、そうですね、いや、あいうち以上、まあ一方的に勝った場合に、うん、振る技はかなり考えないと、サマーぶっぱされてこかされてめくり三段で死ぬっていうのがよくあるんで、まあそこはチュンリ使い警戒ですね。さあ、出てくるのはウラキニバイソン。さっきは DJ 使って痛い思いしました。ダブルサマーは休め。さあ、しかし噛み合う。ウネがこれは古い。どっち、まだ生きてる。あれ、今のアントビっぽい感じですね。今の高さは多分大丈夫ですよね。さあ、めジャンプダイパン裏に回って投げて、さあ、ガスガス来るウラキニバイソン。ダイヤシの置き具合がうまい。相打ち OK。 さあ、これはめくりにはいけない。あ、アーサーマー切りたかった。間があったような。しかしヒデの喉がきつそうです。ヒロシさん、ちょっと多めに喋ってください。ちょっときついっすよ。いや、俺喋れる元気じゃないっすよ今。状況を考えてくださいよ。残儀に2回負けたホンダに喋らすの TBS。 うん、あ、これチュンリーじゃないですか。あ、チュンリー、あ、これ、あ、これ、ちょっとこれね、これヒデカラーですよね。そうっすね。まあ、俺ね、もうね、苗場さんの方が昔からこの色だった気がしますが。マジっすか。はい、いや、俺ね、もうね、この紫の色じゃないと元気出ないんですわ、チュンリー。変わりましたね。いや、なんかね、あのね、性欲つくカラーなんですよ、これ。性力カラー、あの真っ赤なチュンリーはいらねえと。いや、真っ赤なチュンリーは確かに情熱カラーなんですけど、僕の立ち回り結構寒い感じ多いじゃないですか。そうだよね。なんで赤と青でこうブレンドされて紫になるみたいな。そうだね、サブカラーでも使ってないもんね。そうですね、サブカラーは黄色ですね。黄色だもんね。黄色もいいっす。さあ、ウラキニバイソンが画面端ガン攻め。さあ、これは弦置いてある。よく置いた、うまい。吐かせた。何もかくんないか。おそれはきつい。さあ、ウラキニバイソンに対して3人目に破天荒流。これは普段やってる
おそらく2人でしょうね。まあ言うて裏剣さんも酔ってますから。まあそうですね、はい、酔ってるとね気持ちいいことね優先してやるからね強いんですよ正直。いや強い。さあ勝利で切り返してめくり竜巻めくり、おーっと表よくガードしたが、いやーこれは死にかけですね。さあ一気に画面端はやばい。さあめくりさすまき、おなんだあいうちマジか。あそういうあれですね。さあこれはあいうち、あよく打った。あーこれはあーブレ、あーヘッドデブ。今のあの波動拳でクレイジー出せなくて心がしおれてる時に波動拳が来るみたいなそんな感じですね。まあ心がねやっぱり伴うものですからね。さあうまい。どっち、もう一回、3回目はコッパコッパコッパ、しかし上あるぞ。あーこれはしょうがない。さあ残るは、ホンダ。まあ悪くないでしょう。まあタコ様いますからね後ろに。あ、ホンダになってるお茶丸さん。いやでもね、ありなんですよ。だって残りキャラがベガザンディなんで、これ勝てば4盾、3盾あるんですよと言いながらも厳しい。バイソンが肝だね。そうですね、吐かせた。おいちょじゃない、今割れなそうな感じ。あれ今のピロスさん、あれ何やる感じですか、もしあそこだったら。あれは割れないかな。もうガードして読み合い、読み合い、はいはいはい、歩いて投げちゃうとかも。あ逆にズズズしく、うお、え、マジか今の中盤ちょっと初めて見ました、ね、今のは。うわガン攻め、しかしやり返す。さあ刺さってヘッド、アントビー、あーダンパンチ。さあじゃあ山本浦地に三春タコ様連戦です。ワンピースーピーじゃんけん。さあすでに心が折られているピロシさんがまたザンディのいるチームと戦うことになるこのプレッシャー。あともう一回巻きたらもうピロシさんの心完全に折れますねきっと。あ、先方申告はすいません新谷さんにお願いします。俺ちょっとジュース買ってきます。先方ピロシさんと山本さんですね。ピロシホンダと山本チュンリーかな。
さあ昇進のピロシさん、まず1ラウンド取っていきますね。さあ山本チュンリー対ピロシホンダ、さあ来たピオリーチっていうかピオってる、おお。さあおっとここを降りに行く、フラグをフラグを立てに行った、お前ももう一回任せてやれよとタコ様が画面外で煽っていく、これが格ゲーマーです、画面外で煽ります、この煽りが来るんです。これ負けたら今日立ち直れないんじゃないかな。そうですね、もう負けたらちょっとやばいですね、かなり。さあしかしおっとピロシさん、ピロシさんピロシさんがなんとやばいぞこれ、やばいよやばいよやばいぞこれ、やばいよやばいよ、さあもう冷静でいられないピロシさん、怖い怖いと、あやばい、あここはさすがに、あそこで裏切りのテーラリだったらやばかったっすね。さあ相打ち、ピロシさんのお手手がプルプルしている、してないと、さあさすがにもうやらせないと、さすがにワンチャン持ってければね、こかせば、さすがにこかしたが遠い、いやーこれは厳しい、さすがにこれは、いやーこの体力差さすがに厳しいですね。まず FAB を貯めてからですね、貯めた貯めた、こっからですね、こっから一回読み勝って勝てなかった。さあピロシさんのメンタルが保たれました。いや2回負けてるじゃん、さあこれでピロシさんの心もだいぶ、そうですね、これでピロシさんのハートブレイクはならずよかったですね、精神力が回復したはずです。さあ精神力を使い果たしてここでかぶせるキャラはバイソン、お、バイソン、確かにしね、バイソンはね、あのシャルさんとねよくやってると思うんでね。さあ掴んだのはバイソン、しかしオイチをかくった、もうリバーサル、あれかくないのか、やりに行く、どっち、うっ、わー、遅らせはうまい、あれダッシュグランドアッパーからのヘッド遅らせ、あれかなり有効ですね。なるほど、さあこれは腹から、腹もう一回、もう、あー今度はオイチョ、おわー、しかし今度はバイソン側が、いや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 、厳しい厳しい、はい、さあ腹うまい、相打ちは悪くない。さあ裏手にバイソンどうする、あいって、いいですよ、ゲージがためらんない、大ヘッドガードさせる、たまった、ワンチャンに持ってくるが、これでわからない、これでもうわからないですね、わからない、ワンチャン、あーしかし、さあピロシさん復活、復活ですね復活した、メンタル復活、さあ恐怖を克服したピロシ強いですよ。さあ出てくるな大将ミハルベガ、さすがにね、これは本田有利っていうか馬、あーこれは厳しい、おーおー、なんかもうキレッキレですね、完全に立ち直りましたね、完璧、完全復活、動きのキレがもうまるで違う、別物、まあこの後
もし D チームが勝ったら鷹の攻めさんがいるので鷹の攻めさんにもう一回心を持ってもらいましょう。ワンチャンあります。さあうまい。あ、いいですね。今のパンチで2発拾ったじゃないですか、うん、ナイトメアで3発削った方がいいのかなってちょっと思ってしまったり。あー、分かんないですけど、分かんないね、ま、胴体でかいんでワンチャン削れるのかなって、うん、いやーやばい、うん、逃げていく。あー、クソムソー。友田さん、質問です。画面端に、ベガが中パンで2発拾って画面端にこう引っかかって垂直で降りてくるときにナイトメアって3発入ります？ホンダに対して。そう、ジャンプ中パンでペチッペチッって拾って空中で、で落下するときに画面端にもうすでに引っかかってて垂直で落下してるときにナイトメアって3発入ります？あ、引きつければ。へぇー、さあピロシさんが決めてしまった。はい、じゃあ決勝戦やるよ。試合、シャルさん、鷹の爪さん、バイパーさん、さあ、じゃあ決勝戦、バイパーシャルヒデ鷹の爪対友田青斎ピロシグッチで、僕らのチームは5キャラ目が出せるっていう特別ルールですね。はい、ということでやっていきましょう。いやー、残念でしたなー。完全にピロシの心を折ってやろうと思ったんだけどな。まあしょうがないねってことで、そんな感じで決勝戦は A チームがバイパーシャルヒデ鷹の爪で、もう1チームがルーザーズ勝ち上がってきた友田青斎ピロシグッチで、普通に勝ち上がった方が1キャラ多く使えるみたいな、そんな。ってことはその同キャラはダメってことなんですか？とりあえず勝ち上がったチームが1キャラ多くは使えるけども同キャラはダメというルールで、あーなるほど、まあそれもありかな。まあちょっとそこ難しいとこですよね。普通にメインキャラだけで行って勝てるかもしれないし、かといってその残ったキャラがサブキャラしか使えないっていうのも、まあどこまでその有利なのかっていう話にもなりますのでね。まあ確かにその残った5人目のキャラをあえてメインを残しておくという手もあるので、そこはまあやはり有利といえば有利ですね。確かに組み合わせを見る限りではそうですね、なんかヒデあたりがやっちゃった方がとかという話もありますが、ただまあ鷹の爪さんも乗っているのでははははい、とりあえず 1P は決まりました。 2P 側はじゃあ決まりました。じゃあお願いします。1P 側がまた同じく鷹の爪さんと 2P 側が大斎さんですね。
先ほどは鷹の爪さんが勝ったので、ここは大西さんもリベンジしたいところでしょう。さあ早速フラパーで画面端からの、おそう、やっぱザンギも意外と投げまいまい、ま、投げまいないだったら通常投げでやってった方がいいんですよね。青斎さんはそこのところの判断がすごい上手いので、さあこうなると、おーそう、あのしゃがみコパン体育がいいんだけども、それがダイエットで透かして投げ、そうこれがねダメージは少ないけどもね、ザンギ相手の対空にはすごい有効なのでね。ただまあ青斎さんもあとは、おーっとしゃがみコパン潰されて、あー中キックが刺さってしまう。ほんとこの組み合わせも同キャラ戦なんだけども、なんか最終的になんかタッチシューキックの打ち合いになるとお互いが不利みたいな。おーっと、おリバサで投げ返して、そうこのねフラパーがすごい有効なんですよね。あれレバーぐるぐるしててスクリュー出してもね、スクリュースカリポーズをねフラパーで座れるみたいなね感じで、おー今度は、あ、おお持っていく。今度は鷹の爪さんが取り返して、さあお互い開幕ぐるぐるしてはいるが、さあおっとちょっと早すぎたね。さあ青斎さんがどん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 押し返していく。そうこのねえ、ほんと地獄好き対空がうまいんですよ。さあ この間合いがもうプロレスとはという感じの、ひたすらタッチシューキックを振っていくだけの、あっ暗い投げが入って、あっああ青木さんが持っていく。ピロシが救われた。ほっとした顔をしているピロシ、ええそんなことないよと、んいやそんなことねえよって、こっちのセリフだよみたいな。何気にこのチーム鷹の爪さんがなんか全部連勝してたせいで、他のメンバーがまだ1試合もやっていないという。さあいざ試合にやった時にどうなるのかという。さあここで出てくるのがヒデですね。まあここは本当もう仕事ですからね。特にヒデの残儀戦のうまさはもう本当秀逸なので、もうここでも寒いプレーを見せていただけるのかなという。本当このねヒデのねこの気候の打ち方、まあちょっともう画面走っちゃったけども、ちゃんと溜まってるんですよ。でめくりからの、お安い安い、あーっとやばいよこれ。あま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 あ、戦列で逃げる。いつもだったらヒデはあのジャンプ中パンから中パン中パン大パンでつないでねピオコンを狙うんですけどね、ちょっと相手が食らってくれるかどうかヒット確認の関係で安全なところ行ったのかな。まあ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 、まあ、ここの中でもまあちゃんと、はあなんかそこなんですよね、ガードでも削り確定だからそれでいいやみたいな。ただタコ様相手には一回もそんなことやったことないので、まあ多分タコ様はなあのめくりのパンチ食らうからええやろみたいな。クソがまあそんなこと言ってて、ああもうヒデがねもうそのままもう順当に勝ちましたね。もうさあここで誰が出てくるか。まあザンギいなくなってなんかねピロシも安心した顔してるんで、さあ 2P 側は誰が出てくるか。おおまさかの、ああま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 あさすがに。まあここはグッチさんが普通に X 流ですね。さっきエクソ方向ちょっと選んでたところでおおと思いましたが、おおバレバレだと。しかしまあジャンプ中盤だけであんだけ変のはすごいな本当竜は。
さあ、おー、中盤からの真空で、中盤2発でも真空2発しか当たんないんですね。まあチュンリーだからなのかな。さあもう残り、もうこれで0ドット、まあこれでもう、ああここであえて長州で行く、ちょっと危うい気もしたけども、ここでね、このゲージのため合いでね、竜側が竜巻竜巻、まあここはまあチュンリーが先溜まってしまいましたが、おーっと勝利当たってめくり竜巻がガードで投げは受け身あり、あと昇竜出ず。さあここで真空をどう使うか、おーっと表の大パンが使ってしまって、裏回りを戦列からのってところでしたね。ヒデもしっかりして、お立ち大パン対空、お大足が刺さって、さあここでゲージのために入って、お投げは受け身やって、まあ先にグッチさんの龍がゲージ溜まって、でヒデも溜まる、あやっちゃった感が少しあったよ今のは。 おっと、まあまあまあ、これはまだもう龍有利の感じなので、ゲージもありますし、おっと対空です、まさかのピオール、運がいい。ヒデも勝っといてごめん、死んでたというレベルの。さあここでもうヒロシがもうなんかゆったり入っていく、もまあここら辺はね、もうおっといきなりブッパが当たって、実際これはやっぱチュンリーの方が有利ですよね。あまあまあ今ね、ホンダ使いの方も有利なんじゃないですかと言ってるところで、ああなんか剣使いだったらしい剣使いなのかみたいなところもありますが、まあまあまあ今のところまあピロシがいい感じでダメージもリードして、まあチュンリー側ゲージが溜まってしまったが、おめくりからの背中蹴りもガードガード、おーっとこの裏回り戦列もちゃんとピロシガードしていたが、あれ今のは当たってしまうタイミングだったかな。あーダメージ的にも、ダメージ的にも確かにギリ間に合った的な、なんかすげえ減ったな今そうね、チュンリーはねジャンプ攻撃が強いからね。もうさあめくりはガードして、ホンダ側もゲージは溜めたいがちょっと溜めにくい感じ。おおなんだ今のは、あれもあーっと空中で3発も当たるでしたね。なんか変なね、もうチュンリーの対空というかもう上り蹴りが、あーっとジャンプの上りに当たってしまう。さあ近づけるか、あーまた踏んでしまう。でもチュンリーはもうゲージが溜まっている。あーっとこうなると完全にチュンリーペース。おー大パン対空、あーもうヒデ完全対応、ヒデいいよ、ヒデやるよこれ。さあここで出てくるのがトモザペガですね。まあこれもねチュンリーが有利でねみたいなところなんですが、やはりベガ使いの方はなんかそう思わせないぐらいの立ち回りをしますからね。あーっと最後、あ今は攪拌なしか、お投げて受け身がない、でフットプレスも踏んでしまって、あもう残りもう一度ったところをナイトメア、もう理想的な展開ですね。
さあとりあえずヒデは気候を打って100レスでゲージを貯めていく。まあベーガーの友田側もまあゲージ貯めて、おもうお互い溜まりましたね。でめくりはガードからの投げからの、おまた投げ、これは表でしたね。さあお互いもう残り体力少なく、おお投げを通す、さすがやりますね。さあ 1P 側はバイパーさんとシャル、さあどっちが出てくるか。さあシャルが出てきましたね。今回はちゃんとバイソンですね。お、エッドが当たって、お、見えていたのか。おーっとちょっと優しかった。さあ最後ガードして、おーおーおー、オアに対してカニが当たって、あ、今なら攪拌行って、おー溜まっている。あれは手出しちゃいますよね。お、ダブル2から投げて、お、ひたすらダブル2、ひたすら、あーまあさすがにヘッドで刈られて、おお、まあ今のはちょっとぶっぱ気味な、あー投げいったところヘッドで返される。こうなるとベガがきついかな。で立ち台パンで攪拌取って、お、ただお、まさかのピオやってしまいましたな。おお、さあここでバイパーさんのフォークですね。これはほんと立ち回りは圧倒的にベガですからね。一回でもこかせられれば持ってっちゃうような感じなんですが、もうほんとベガ側はもうそれだけはみたいな感じで徹底して立ち回りますからね。まあ、X ホークはまだあの立ち台キックのリーチが長いので、あとはしゃがみコパンを連打してという感じで、あーっとこうなると、おちょっと遠かったかな、あーっともうこうなったらもうアウト、おっと出なかった、やめておけんだった。うわー、あえて2回転残り1ドットだろうが関係ないという、もうしかも意外とあのダブル2のめり込みって投げ返しにくいんですよね。こっちが先に動けてもまだ相手が空中判定みたいな感じになる時もなってる時があるので、やっぱ一瞬待ってからみたいな、その一瞬が本当に一瞬なんですがみたいな。おーっと当たってしまって、ガー、あーもうやばい、おおジャンプで逃げる、あとホバーが当たって、まあこれは削りですね。あーっとこれはやばいぞ、おおまたジャンプで逃げれた。さあめくりが当たってしまってピヨってしまった。どうだ強い。さあこれで 1P 側を全員死んでしまいましたが、一応1位抜けの、おっとここで、まあ 1P 側は全員死にましたが、残りもう1キャラ使えるというルールなんですが、まあ、さっきは同キャラはダメっていうことだったんですけど、まあ、相手チームがなんか、ああはいはいはい、ヒデチュンリーコイヤーみたいな、それただ舐められてるだけっていうね
まあ相手がいいというならじゃあ、ね、まあそうですね、うん、ただその舐められてるところに乗っていくっていうのもどうかなという気もしますがね。まああとはあの鷹の爪さんの S 残儀という手もありますけどね。さあ誰に託すの。もう決まっちゃうよこれ。決まっちゃうよ決まっちゃうよ。決まったキャラでやってもらうよ。おお。バイパーさんの竜。バイパーさんの竜。まあ確かにバイパーさんはサブキャラで竜とあとガイルをすごい使ってらっしゃるので。おいいよ。おお竜巻。お中ボス。やりたい放題だったが、まあめくりはガード。おいい投げ返し、投げ返しというかダブル2のめり込みの投げが難しいんだっちゅうの。さあ友坂ガンガン押していく。あーっと少女使ってしまったが、おーっと今ちょっと中ボスの出かかりが見えてましたね。さあ 2P 側がリーチをかけた。あー歩いて投げうまい。今のはおお見えていたのか。あーめくりが当たってピヨッター。あーっと危ない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 。謎の垂直ジャンプが。さあこれで決まりますね。もうこのラウンドでもおーっとダブル2が当たって裏に回っていたけどもガード。あーっと今のタイミングだとあれか、何出しても潰されてたか。お、ダイヤシ当たって。さあ竜側もゲージを貯めたいが、おっと裏回ってからの投げで、お中足当たって、お長州からの、お大パンで、おっおーっとめくり当たってここで真空で削り切る 1P 側の勝利。おめでとうございます。今のはかっこよかった。今日の優勝は A チームのバイパー、シャルヒデ、鷹の爪の4人でございます。おめでとうございます。さあじゃあ勝利チームはね写真を撮らせていただきます。はい、あとは勝手にやってくださいや。はい、じゃあ本日のランバトはこれにて終了いたします。じゃあね、次は9月の次は9月16日ですね、第3土曜日またランバとやります。じゃあね、お疲れ様でした。